写真拡大。DeNA 佐野啓太内野手24の一軍昇格が22日決定した。昨週キャンプに左ハムストリングを痛めた影響もあり、キャンプは2軍スタートだったが、現在は万全の状態。20日の練習試合ロッテ戦宜野湾では2軍から参戦し、右越えソロを含む2安打とアピールした。ラミレス監督は、今日のパフォーマンスを見ても驚くべきことではないと変わらぬ期待を寄せていた。外野、さらには捕手も守れるユーティリティ性を持ち合わせており、試合に出られるようであればポジションはどこでも、捕手の道具も持ってきていますと意欲を示した佐野。自慢のバットで開幕一軍を狙う。